はい、12番ホールパー5、560ヤードで見た時にこれ目に入ったんですけども、じゃん、 GDO のゴルフ場ランキング、ホール難易度上位ランクイン常連の難関ホール、12番ロングホールパー5にチャレンジ。それでここが平均スコア 7.3 だそうです。もうダボ以上ってことですね。なんか聞くとこによると、期間によっては1位になった時はあるみたいです。へえ。だから日本で一番難しいってことか。パー5、まあなんとなくこのティーグラウンドパーって立った時に思ったけどね。すごめっちゃ狭いもんあれ、うん、ちょうどうわーって狭くなってるとこが200ちょいちょいぐらい。もう絶対ドライバー持てないしみたいな。まっすぐはまっすぐなんですけど、あの見えなくなってからが、まあ、どういう傾斜のこう度合いなのかによって変わってくるのかな。ただ真下にバーッと落ちてるだけだったらいいけど、例えば私みたいにちょっとドローボール打つよって人で、もしちょっと左にこう下がった傾斜になっちゃったとしたら、ポン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 って転がってワンペナ入っちゃうんで、とにかくあと細い、さっきのこのカートについてる GPS 見たんですけど、ちょっと細いよねコースレイアウト的に。だからなんかあんま見えないとこまで打ちたくないなっていう感じ。あれ、ちっちゃくないですか？はい、あの言った通り見えないとこには打ちたくないちょっとわからん、怖いよ。さあではその難関パー5のティーショットを打っていきますよ。あの右の OB 杭の方向に打っていきたい左がちょっと浅いんで右目でスプーンでいきます。あーちょっと右行き過ぎた感じ。狭、激狭じゃん、激狭じゃん、何これ、ショートコースですかっていうレベルで激狭なんだけど。うーん、やらしい。なんかわかるかも、ダボになる理由も。なんか私はちょっと無理していかないといけない状況になってきてるから、あれだけど。めっちゃむずい。ちょっと無理してみようかなということで、ちょっとヘアブートを使ってこの木の方向に打っていきます。うわ、どうかな、なんかすごい際いところな、行ってみないと。打ち上げ20ヤードあるもん、21ヤードある。これで打ってまだ160あるもん、165とか打ち上げ入れて。サードがだよ、切られちゃうと難しくなるってことだよね。むずい。さっきのだ、見て後ろ超狭いよこれ。あっちから見ても、こっちから見ても狭いよ。これで見るとやばい、ね、これをね、長いので引かなきゃいけないと考えると、あでもどうなのかな、逆にそこで200残るわけでしょ、530。あでも無理だな、ダメだな。ドライバー使ったらそこの細いところだもんね。ほんと280とか飛ばしちゃったらドライバー使っちゃった方がバーって広くなるから。でもそんな人いないよ普通の人。普通にやったらきつい。無理、これはむずいよ。なんかわかるかも、 7.3 になる理由が。本当って思った人一回来たら絶対なると思う。うわやっぱりみたいな。で横の海を見て癒されてくださいっていう海の話ばっかりになって申し訳ないですが。で私は結構つま先下がりになるんで、
通だったら5番アイアンとかで打つんですけど、多分結構つま先下がりでこう重心下げるから振り抜けないと思うから、ちょっと1番手上げてそんなに大きく振んなくても160ぐらい飛ぶように UTT で打っていこうかなっていう感じ。ああ上がんなかった、うわ上がんなかった、あれですね、 S 級の、いやー上がらんかったよ。常にセンターを捉えてないと厳しい方ですね。うん本当ですね、まあこういうこともありますわな。全然楽ではない、本当に。右に出なかったって感じ、右に出なかった、そうそう、あのつま先下がりなんで右に行くかなっていう気持ちで行ったけど行かなかったってだけですね。まあだからでもそっち向いて打ってんだからしょうがないっちゃしょうがないかなっていう気持ちにはなってるかな。72すごい傾斜だな本当に、もう72、52度で普通に打つと80だから52度で普通に打っていくかな。ちょっと左にも多分巻いていくと思うんで、左足上がりなんでちょっと右に向いて、ちょっとわかんないっすって言ってみましょう見えないんで、乗ってるか乗ってないかすらもわからないから見えないし、おあ乗ってた乗ってた、はい、乗ってた乗ってたとか言ってグリーンマン小さいよ、ちょっとさすごいよねこのグリーンマジで、うん、こんな狭い道のりを歩いてきたわ。確かにこっから見ると、こっから見ると本当に細すぎでしょってぐらい、よし、イエーイああ満タイ満タイました。いやなんかギリ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 って感じ。ギリ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 。あー危ない危ない。ヒヤヒヤもんです。いやすごいですよ。ヒヤヒヤもんでした。あの最初の傾斜であれスプーンでしょうか。そうセカンドがスプーンで、そうです。あれでスプーン選んだのがまず。おかげでなんかこんなとこ行って木当たって。乗せて、はぁ、ヒヤヒヤで、みたいなちょっともう、もうこんなストレス与えないでとかはい、あの日本一の難易度を誇るパー5超難しかったです引き上がられたりよかった、ほっとしてますよ、イエーイ次行ってきます13番460ヤードパー5です。これはちょうど230ぐらいの視点が広くなってて、まあ、右セーフなんで私としては比較的打ちやすいコースではあるかなと。まあなので前の組のカートより、まあフェアウェイ真ん中だね、真ん中狙って打っていくって感じですね。はい、ちゃいます、予定通り真ん中、よし、倍ぐらい広いよねここ、めっちゃ広い、もうなんかだからなんかストレスが超少なかった、なんかわかんないけど感覚的にさっきのが狭すぎるんだよ。でもね、でもマジ本当みんな試してほしいわさっきのパー5。私はいくつ上がったんですか。5回。パーね、あちょっとパー、さあパーです、行きます、189ピンまでね。でもね180ったら絶対止まんないと思うんだ、無理しやんでいこう。170ぐらいでこっちがね当たっちゃ190ぐらいいっちゃうんね。
でこれで多分長いクラブで調整してパーンとかって打つと体止まって左に引っ掛けて意味わかんないとこ行くから、普通にちゃんと振ってパー5だし狙ったくじゃないから、よし行きます。 UTT です。あーなんで引っ掛けるからって言って短いの持ったのに、ラッキー跳ね返ってきた、やっぱ体止まっちゃった。よいしょ。でもグリーン横まで行ったのかな、あれ見た感じ。よかった、5番のやつすら完全に超えてたわ。やっぱり短いクラブが安全だね。それは長年経験してきた。ほらグリーン横まで行ってるやん。でもこれこっちからだとピン、あまあどうかな、ピン過ぎてからちょっとなんか微妙なこう傾斜があるんで、ほんと調子よかったらパターでやりたいぐらいだけど、今日あんまパター調子よくないからさ。で上りのアプローチはね、確か最初の午前中ね、転がすっつって転がんなかったんだよ、58だから。どこまで転がるかな、アプローチか52か、どっちで打とうかなって感じ。アプローチかな。うん、転がりすぎた。うん、まあ予定通りって感じ。よいしょよいしょ。うわ、なんか今変な転がり方したな。いきまーす。5回です。